20センチくらいのところまでよりをほどきます。ほどけすぎないように錯端止めをします。詳しくは上のアイマークから錯端止めを見てね。作業の邪魔になるので紐は切ります。よりを少しほどいて末端を炙ります。溶かし止めをしてやるとほつれにくくなりますね。さてここから本題です。3本の紐を並べてください。2段目以降は1、2、3の順序で通しますが、1段目は1、2、1、3の順序で通してください。詳しくは後で説明しますが、2の紐が1段目の基準になるので、1の紐は2度通す必要があります。まず1と2を通しますね。通したい場所のロープのよりを緩めます。そのうち1本だけ広げて、1を通します。こんな感じです。際まで引っ張ります。次に2の紐ですが、1を通した紐の上を交差して次の紐を広げます。そこに2を通します。こんな感じになります。さて次は説明した通り3ではなく1を通します。裏返して次の紐の上を交差してその次の紐を広げて1を通します。こんな感じになります。裏返して最後に3の紐です。ここが一番難しいところだからよく見ててね。まず1段目のラインがどこかしっかり把握します。1と2の紐が出てきているラインです。よく見ると1箇所だけ紐が出ていない場所がありますね。もう少し詳しく見てみましょう。最初に2の紐が出てきたところが1段目のラインになります。2の紐が出てきて1の紐が出てきてここからは出てきてないのがわかりますね。そこに3を通します。断面から見ると同じ場所から3方向に紐が出てます。よりを緩めて3を通します。全部通し終わったらしっかり引き直してください。これで1段目の完成です。ご覧の通り、1箇所から3方向に出てるのがわかりますね。回してみるとよくわかりますよ。次に2段目ですが、2段目から4段目は同じ作業になります。
どれでもいいので1本取って、1つまたいで交差し、次の紐に通します。このように1本だけ取って広げます。次の紐も同様に一つまたいで交差し次の紐に通します。よりを緩めて紐を通します。3本目も同様、一つまたいで交差し、次の紐に通します。よりを緩めて紐を通します。全部通し終わったら、しっかり引き直してください。よくなじませてね。2段目の完成です。これも綺麗に3方向から出てるのがわかりますね。あと2回ほど同じ作業を繰り返します。ショートカットします。全部通し終わったらしっかり引き直しましょう。ここもよくなじませてね。最後に余った紐の始末方法です。2センチくらい残して切り取ります。溶かし止めをして固着させます。サクタン止めを外します。完成。いかがでしたか。1段目の紐を通すときに少しコツが必要でしたね。1,2,1,3 の順序を忘れないでね。ご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらをポチッ。今後に役立ちたいのでコメントや評価もぜひ。高評価、低評価どちらでも OK です。皆さんの声をぜひ聞かせてください。Twitter もやっていますので説明欄からフォローお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。